どうも MJ です。今回もですね、モッドの紹介をしていきます。で、ご紹介するモッドはですね、 PS4 ワッキーウェポンズワークショップっていうモッドになります。こちらのモッドはですね、オリジナルの武器が作れるモッドとなりまして、ケミストリーステーションの方でベースとなる武器を作っていただきまして、武器作業台の方でオリジナルの武器が作れるようになっています。こちらのモッドはですね、シーズンパス用とベースゲームの方がありますので、ダウンロードコンテンツを導入していない方はベースゲームの方を導入してください。あとはですね、こちらのモッドを導入する際は必ず AWKCRアーマー&ウェポンキーワーズっていうモッドの方を導入してください。 UCO を入れている方はわかるかと思います。で、今回はですね、さらにレジェンダリーを2つ付けれるようにレジェンダリーエフェクトの方も導入しています。ロード順なんですが、一応ケミストリーステーションで作成できるということなので、どちらかというと下の方にロード順の方を置いています。それではですね、簡単になりますが、どういうモッドなのかご紹介の方をしていきます。で、まずはですね、ベースとなる武器の方を作成していきます。ケミストリーステーションの方で作成が可能となっておりまして、こちらで作成した武器のみ武器作業台でオリジナルの武器が作れるようになっています。カテゴリーで言いますと WWW ベースウェポンズの方で作れるようになっています。で、ベースウェポンの方を作っていただきましたら、武器作業台の方で通常通りクラフトの方をしていただければ、オリジナルの武器が作れるようになっています。
で、レジェンダリーエフェクトを導入していますと、モジュールスロットの方でレジェンダリーが2つ付けれることが可能となっています。で、もちろんですね、通常の武器改造と同じように名前の変更も可能となっております。それではですね、もう一度簡単に説明の方をしていきますね。モッドを導入しまして、ケミストリーステーションの方でベースとなる武器の方を作成してください。で、作成していただきましたら、武器作業台の方で改造が可能となっております。先ほどもですね、説明させていただいたんですが、ワッキーウェポンのモッドを導入する際はアーマー&ウェポンキーワード AWKCR のモッドの方を必ず導入の方をしていただきまして、レジェンダリーを2つ付けたい方はレジェンダリーエフェクトの方を導入してください。はい、こんな感じでですね、モジュールスロットにたくさんの改造できるモッズが追加されまして、オリジナルの武器が作成可能となるモッドとなっています。で、たくさんありますので、今回は簡単に紹介の方をさせていただきましたが、またご自身の方で導入いただきまして、オリジナル武器の方を作成してみてください。
それではですね、今回はワッキーウェポンズワークショップっていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。